まあそんなかしこまらんでも全然。ちょっと加藤さんに初めての。ロストとブラックアウトですね。ロスト去年つけたんですかね。去年はつけたんですね。はいはいはい。でも去年とちょっと違う。去年より赤一色感。赤一色感で。左手を。あ、食レポとかじゃないんで全然気に使わんでいいっすよ。ああ。でも赤にやっぱ似てますね。そうですね。うん、赤に近い感じかな。俺このベルト好きなんですよ。ここあ、ここのね。調節できる。調節できる。これが。これは大事。これがおすすめです。あ、でもやっぱ。あ、いいっすね。しっくりくる。しっくりくる感じ。何がいいっていうのは伝えにくいですけど。RG を使ってる人は分かる。分かる。分かる。この良さ。この良さ。フィーリング。それを細かくこうちょっと伝えてもらって。それをちょっと言葉にできない良さ。なるほど。なるほど。うまくまとめたな。9号でぴったり。9ぴったり。多分ロソってちょっと緩めながらサイズ的にも。俺去年のは多分8かな。あ、そうっすか。つけたんですよ。なるほど。9がちょっと緩くて。でもこれもぴったりです。ぴったりですね。去年のよりはなんか。ちょっと締まってる感じはある。あ、いいですね。いいっすね。色もかっこいいっすね。あ、この赤統一感がまた。って感じです。ちょうど2分ぐらい。じゃあダメだ。難しいよ、これ喋るの。一旦切って、あそこのブラックアウトでしょ。